ゆっぴーチャンネル。みなさんこんにちは、ゆっぴーチャンネルの時間です。今日は虹の子の仕事という紙芝居を紹介します。虹色の噴水があるけど、これ何かな。毎年この噴水から虹色の水が出て虹の子が生まれるよ。今年もいっぱい生まれてきてね。今日は噴水に虹色の水が出てくる日。虹色の水が出てきたよ。虹の子が生まれたよ。どこに行って誰に何に色をつけるのかな。最初に虹の子たちは動物園に来たよ。いっぱいの動物に色をつけてくれてありがとう。次は家やマンションだね。建物いっぱいだよ。虹の子たちは全部に色を塗れるのかな。力を合わせて頑張ったね。全部に色を塗れたよ。その次に虹の子たちは遠い寒い国に来たよ。ここでは白熊やペンギンが暮らしているよ。みんなにも色をつけてくれる。みんな色をつけて雲の上に帰ってきたよ。みんな並んで何しているの？みんなにスコップを渡して何に使うのかな？そうか、色の粉を掘るためにスコップを持ってたんだ。いっぱい色の粉を見つけてね。噴水に色の粉をかけて来年に向けて頑張っているね。虹の子偉いね。来年が楽しみだね。おしまい。さあ皆さんどうでしたか？皆さんの周りにも虹の子たちが色をつけたものがあるかもしれませんね。この素敵な作品を作ってくれたのは、江平小学校の森永ほのかさんという方です。宮崎市立図書館の図書館祭りで行われたコンクールで、紙芝居の部、小学生部門で優秀賞を受賞した作品でした。今回のゆっぴーチャンネルはここまでです。ではまた次回もお楽しみに。